おはようございます。10月の、13日火曜日ですね。今、いつもの時間です。朝の6時10分過ぎです。ちょっと曇ってるんですけど、まあ、なんか晴れそうな、その天気ですね。意外と朝、今日は蒸し暑いです。もう朝が扇風機ガンガンです。ということで、今日胸の日です。2セット目、2巡目終わってます。1種目で、1セットで4種目やってます。今日また、結構前回とか、ね、順番変えてかなりいい刺激になったんで、胸の種目、いつもベンチプレスね、まあ、軽めだったりするんですけども、これ一番今日最後でやってます。かなりいい感じでやっぱり入ってきます。これぜひおすすめです。で、まあ1種目目は、ウォーミングアップ兼ねて、プシャップですね。これ30回。腕立て伏せ30回。2番目が、なんだったかな。2番目が、リップスですね。はい、これで20回。で、3回目、3種目目が、チューブでのフライ。で、4種目目が、今日は軽いですね、31キロ、ベンチプレス、これ30回、1セット目で30回、2セット目で30回できました、まあ、3セット目、今からですね、30回、目標でやっていきます。で、今日久しぶりにちょっとダーリン、ね、お手製ダーリン、木製ダーリンなんですけど、ちょっと角度を、ね、つけて、インクラインで、浅いんですけど、ちょっとやっていきます。で、ちょっとテーマの方なんですけども、こだわるのは重さではなく、ちょっと疲労度。ですよと、はい、まあ、私もね、全然逆にちょっと重くできない、環境ではあるということではあるんですけども、あと、攻略、パンプアップさせるのが好きなんで、苦しいんですけども、攻略でいつもやってます。で、やっぱり重いとね、やっぱりデメリットっていうかね、やっぱりメリットもね、強い刺激入るんですけども、やっぱりデメリット、やっぱりなんで重いのダメなんだと、まあ、ダメなことはないんですけども、やっぱり一番リスクあるのは、やっぱり怪我ですね。やっぱりどうしてもベンチとか肩痛めてると多いですし、手首だったり、肘ですね、関節で、すごく関節で結局支えちゃうんでね、どうしてもすごい負担がかかります。怪我のリスク大きくなります。で、どうしても靭帯とか、その靭帯とか関節、一回ね、怪我して痛くなっちゃうと、なかなか治り悪いですよね。というのもあります。で、2つ目がやっぱりちょっと重いのを向きになって扱うと、フォームが崩れますと。で、フォーム崩れるとやっぱりターゲットから効かせたところがやっぱりずれちゃいますよね。しんどいだけでなんとなく勢いでやっちゃったり、ね、チーシングばっかりでなかなかターゲットに効かせられないというのがあります。で、あと3つ目がやっぱり重いものを扱うとどうしても回数を上げたいし、なんかやりたいことで動きがすごく浅かったりしますよね。ストロークが浅くなるんですよね。それももう一つね、苦しいだけで、どこまで効いてるのか、そんな感じになります。ということでやっぱり疲労度、重さではなく疲労度で、ね、集中して一番いいのはそれでパンプさせて効かすと、それが一番いいのかなと思います。まあ、あとは、ね、フォームさえこだわればしっかり効くとこ効いて怪我をしないということで、はい、それを意識しながらやっていきたいと思います。で、筋肉痛の方ですね。で、二頭筋、おとついから、はい、さらに二頭筋の方はね強くなってきましたね。で、三頭筋少し出てきました。遅れて出てきました。だから種目数も重さも大したことないんですけど、やっぱりしっかり集中すればやり方によってはすごく効きますということです。で、はい、じゃあ今から3セット目胸ですね、腕立て伏せ30回、やっていきます。30回終わりました。ちょっと20秒入れます。はい、ちょっともう一回カメラ角度上げます。で、次リップスです。昔はよくね、重さ、ウエイトぶら下げてたんですけど、ベルトを、まあ、ヘッパーベルト巻いて、ね、ちょっと紐でダンベルぶら下げてたんですけど、最近ちょっとやってないです。つけるのが面倒です。また今度ウエイトつけてやりたいかなと思います。じゃあ、こちら20回。
その分ね、ウエイトをつけない分、やっぱりインターバル短くしたりとかね、してね、強い刺激入るようにはしてます。はい、で、次が、チューブですね。これも20回目標でやっていきます。できるだけ遠くで手を合わすようなイメージですね。肘を曲げない。もう最後ですね、4、5目になります。やりだすとあっという間ですよ。ちょっとだけ角度ついてます。で、これで、はい、30回目標でやっていきます。あと10回、1、あと1回、はい、なんとか終わりました。結構腕が上の方も伸びきらなくて、はい、しっかり順番変えて、もうしっかり胸の筋肉入ったかと思います。すごく簡単なんですけどね、オーソドックスな種目です。でも続けていくと、かなり変わってくるのかなと思います。前回も実は意外とね、胸の筋肉痛起こったんです。改めて何したのかと思うんですけども、5日前ですね、同じです。1種目目、腕立て、その次はベンチで51キロです。これやってます。あとはもうフライ、チューブフライとディップス一緒です。で、重さが違うかった、あと順番が違うかった。まあ今日もしっかりできたのかなと思います。まあまだ火曜日です。また今週ずっと引き続き頑張りたいかなと思います。ご視聴いただきありがとうございます。行ってきます。